んにちは。絶望フリースタイルフットボーラーのぶです。では1017日目、左足逆足でのアウトサイド連続100回挑戦ということで、やっていきたいと思います。まあやっぱりね、まあ一生懸命そして真剣に楽しくやっていきたいと思います。まあ前回25回かなだったんですけどね、まあなんとか、まあ左足痛いんですが、まあそれをねやっぱり言い訳にしてもしょうがないのでね、まあ無理をしないというのと、無理をしないけれども、やっぱりその中でいかに頑張るということを考えながらですね、やっていきたいと思います。一回やっぱりやめちゃうと感覚がやっぱりなくなっちゃうんですよね。なのでまあね、ちょっと頑張っていきたいと思います。よし、最初はちょっとなんだろう、感覚をつかむ2、3分は少しね、ちょっと時間を3分がいいですかね。3分ちょっとこう準備運動がてらやっていきたいと思います。よし、やっぱりこう当たる面がね、なんでさこうかかとの方に当たっちゃうのかなって思うんですよね。なんかこうミートしてない、まあ、ほら、なんでかね、どうしてなんだろう、前に行っちゃいますね、やっぱ。よし、じゃあちょっとですね、本番やっていきたいと思います。今から5分間測っていきたいと思います。めっちゃ風強いですね今日、やば。よし、じゃあ行きます。まあ真剣にね、そして楽しく一生懸命やっていきたいと思います。よし、行くぞ。よし、さあやっていきます。
また20来ましたね。やっと20キロ来ました。よし、オッケー、オッケー、いいよ。なんだ、はい、ということで、ちょっと今日全然20回ですかね、なんとか20回ということなんですけど、まあそうですね、ちょっとまたね、今すぐ動画見て、ちょっとね修正できるとこはしたいと思います。なんかね、やっぱり打点がバラバラ、打点がバラバラだし、当てる面もバラバラなんですよね。そこをなんとかね安定してできればと思うんですけど、まあちょっと、ね、これから動画見たいと思います。よっしゃ、まあこんな日でも失敗ではないと思うので、成功したら全部が成功だと思うのでね、まああくまでも過程であってね、まだまだ頑張っていきたいと思います。では今日はこれでおしまいしたいと思います。ありがとうございました。またお会いしましょう。失礼します。